ハンターは教えたくない和歌山県の超穴場アウトドアスポット。おいしい。今回和歌山県のアウトドア穴場スポットとして紹介するのは、和歌山県西室郡ささみ町。紀伊半島の南部、海と大自然に囲まれ、沖合を流れる黒潮の影響により温暖な気候に恵まれた町。このすさみ町が実はキャンプ、バーベキュー、海水浴、釣り、カヌー、サップ、ダイビング、サイクリング、いろんなアクティビティ体験ができる町なんです。しかもまだメジャーではないので、アウトドアするなら狙い目なスポット。まずはサイクリング。自転車を借りるためにすさみ町観光案内所へ。警察署として使われていた建物をリノベーションして、1階は観光案内所、2階はフリースペースとして自由に使えるそう。海を眺めて風を感じながらのんびり仕事もいいかも。ちなみに警察署の名残で当時の留置所も残っていて、疑似投獄体験も可能。ですけど、もし必要な場合はこちら押してもらって、 e バイクの使い方をしっかり説明してもらって、いよいよサイクリングスタート。最高。やばー。スポーツバイクタイプの電動自転車なので上り坂も楽ちん。海岸エリアのコースを回って23キロ先の道の駅すさみを目指します。ほんまにサイクリング日和。気持ちいい。途中で立ち寄ったのは恋人岬と呼ばれる高台。ここは波が丘の黒島にあたり、2つに裂けて再び波が一緒になる姿から夫婦波と呼ばれてるんだとか。いいねいいね。その後も海岸線をさらに進み、道の駅すさみに到着。ここには世界一大きいカニを見れるという水族館があるんです。その名もエビとカニの水族館。エビやカニを中心におよそ150種の甲殻類を展示しているとか、珍しい海洋生物がいっぱいいます。タッチングコーナーでは世界一大きなカニ、タカアシガニを触ることができちゃう。おー、どう？ゴツゴツしてる？他にも犬ザメや猫ザメにも触ることができるので、ぜひ触ってみてください。透明なヤドカリも発見。その名もクリスタルヤドカリ。中身が見えるようにめっちゃ考えられてる。見てると不思議と癒される。この透明な殻はどう作ったんだろう。水族館を満喫した後は海側を走りながら観光案内所へ引き返します。楽しい。イエーイ。最高。すさみ町観光案内所ではサイクリングの他にもサップやカヤックのレンタルもできるんです。上級者向けのフリープランとインストラクター付きで体験できる初心者向けプランがあり、稲積山と呼ばれる町のシンボル稲積島を眺めながらマリンアクティビティが楽しめます。他にもキャンプするためのテントやバーベキューセットもレンタルできるので、早速借りちゃいました。レンタルしたテントを組み立てキャンプ体験。テント完成。せーの。バーベキューはオプションで食材のセットも頼むことができちゃいます。地元だからこそ味わえる食材を贅沢に盛り込んだお得なセット。うん、まい。めっちゃ綺麗。やば。行こう。乾杯。地元の美味しいお肉や海鮮を味わいながら飲むビールは格別。やば、最高すぎる。めっちゃ美味しい。最高。すさみ町は他にも関西有数の海釣りのメッカとして釣り好きには有名だったり、高い透明度と黒潮の影響により多くの回遊魚を楽しめるダイビングもおすすめ。海、山、川、自然に囲まれいろんなアウトドア体験ができるすさみ町。ぜひ立ち寄って素敵なアウトドア体験を楽しんでください。